あ、どうもどうも、聞こえますかね。あ、じゃあですね、質問放送とアドリブやっていきます、ちょっとですね、この後19時からその予定がありまして、ちょっとなるべく早めに終わろうかなって思ってるんですけども、お付き合いいただきたく思います。いやどうしようかな、何のオケが、エレキギターのミュートは基本は左手ですか。ですね、秀則講師の、その動画がありまして、ミュートの方法を、詳しく解説してますので、そちらをね、ちょっと見つけてご覧にいただければ幸いです。ですね、一応今、ざっくり言いますと、両方使います。右手は。右手じゃなくて、そのミュートには両方使います。
まあ、双方によってもね、まちまちなので。その都度ね。なるほど、今講師さんが弾いてるような単音弾きするときは基本右手でミュートですか。そうですね、僕は、単音弾きの場合は僕は、今弾いてる弦の下は人差し指でミュートしてます。ほら、でこれの上っていうのはここ指頭、まあ、指頭か僕の場合はここでミュートしますけど、そうですね、右手のミュート、僕はそのポコポコ鳴らせるとき、まあ、もう思いっきりレガートしながらここでやってます。
このギターはですね、50万ん50万だった気がします。なんかそのサブチャンネルの企画で2万円のギターと50万円のギターを引き比べって時にこの50万のギターを使ったので50万だった気がしますね。リオさんの勧めでマルチタスクでレガートを練習するのを始めたんですけど、はいはいはい、初めはレガート、フレーズはメジャースケールを3ノートとかでも大丈夫ですか？問題ないですか？全然問題ないです。基本メジャースケールの3ノートパーストリングスってめちゃめちゃレガートするのむずくないですか？全然大丈夫ですよ。こういう、あーでもそっか、あの必ずそのミュートする機械っつうかなんだろうな、ここにタオルとかを巻いて必ずそのノイズが鳴らないように気をつけましょう。僕いつもこっちでミュートしてるからノイズ出ても大丈夫なんですけど、こっちで何かしながらマウス動かしながらレガートとかしてると絶対ノイズが入ってきちゃうんで、このほらすごいノイズの量が入ってきちゃうんで、これだけはちょっと避けてほしいかなと思います。早くもなく遅くもない間のテンポがすごく弾きにくいのですが、リオさんも弾きにくいテンポってありますか？まずそのいい練習方法があれば教えてほしいです。なるほどなるほど。いやそれは絶対誰でもあるもんなんですよね。例えばその僕なんかは110ぐらいかな、110が一番難しくて、これねなんかそっか、これね練習方法がねちょっと申し訳ないですけど、ちょっと待ってくださいね、ちょっと考えます。いい練習方法があるのか、なるべくね有料に引っかからない教え方をしたいんですけど、有料に引っかからない、引っかつまりちょっといやらしいですけどね、いやらしい言い方なんですけど、とりあえず誰でも弾きにくいものなんで、それはちょっとそこのテンポで練習するのが今現状一番いい練習方法であって、でそれ以上はちょっと有料に引っかかるので言えないってことですってことをちょっと言いたい、すいません。いや申し訳ないです本当に。例えば110が弾きづらいんだったら110での BPM のメトロノームとかで練習するっていうのはおすすめですね。すごい普通の答えになっちゃいますけど、
左右のいいシンクロ練習方法はない。このチャンネルの動画にこのシンクロの練習方法、あ、シンクロとはどういうことなのかっていうのがその動画があるんですけども、ちょっとそこで書いてある練習方法が全てです。一応それ以上はちょっと有料になっちゃうかなっていう感じですね。シンクロ練習方法のなんですけど、その動画には多分練習方法は載ってないんですけど、シンクロとはどういうことなのかっていうのが多分言っているので、そこでちょっとまず動画を拝見してください。リオさんは運指の際、左手の小指を使わないときは折り曲げているようですが、そうです、そのとき小指に力を入れてるんですか。ちょっと待ってくださいね。どうだろう。あ、違うか。あ、力入ってますね。力入ってます。これは力を入れて曲げてます。ここはね、曲げるのはね、ちょっとね、僕の癖なんで、これね、直したいんですけど、ちょっと今直せるように練習してます。全員天才タイプですか。ですね、僕以外凡人タイプとは言っております。天才タイプは僕だけですね。僕のみですね。ジョーサトリアニっぽいですね。ありがとうございます。なるほど、ジョーサトリアニいいっすよね。
そうですね、返信ありがとうございます。 OK です。どんどんミュートしてみてください。新品の弦に張り替えた時に指が黒くなる対策、指が黒くなる対策、ですね、もうティッシュで拭くしかないかな。ティッシュで拭くしかないと思います、おそらく。で、別に黒くなってもまあそんなにギターの演奏に支障ないから、その時だけギター弾いてる時だけ、まあ、指黒くなってもいいかなという。あ、すみません、ちょっと待ってください。一瞬だけすみません、離席いたします。ちょっと待ってくださいね。あ、すみません、すみません。あ、聞こえますかね。あ、よしと。いやー、ちょっと待ってくださいね、いろいろと。あ、聞こえますかね。あ、よし、すみません、続きやっていきます。でやってましたっけ。ローステッドメイプルネックのギターを弾いたことあります。ローステッドメイプル、ローステッドメイプルは確か一回だけ他の人のギターを弾かせていただいたことがあって、その時に弾いたかな。でもその時はそこまで、なんだろうな、まあいいギターだったから、なんか弾き心地は良かったですけど、そんなに音の感じっていうのは分かんなかったですかね。リオさん、お、どうも。ギターを持ってない時に左手右手を鍛える動画は、左手でやっても効果ありますか。あれはですね、右手を鍛える動画は左手でやっても効果ありますか。右利きですか。あー、どうだろう。右手を鍛える動画ですね。それは右手でしか効果がない、いや効果がないことはないんですけど、
まあそんなに意味ないかなっていう感じです。右手なんだろう、左手でやる時間があったら右手をやりましょうっていう感じですね。フュージョン系の音作りはどうされていますか。レガートが弾きやすいくらいまで原因を上げるのと、原因を抑えてコンプレッサーをかけるのはどちらがいいですか。なるほど、ちょっと待ってください。あ、僕はそうですね、レガートが弾きやすいぐらいまで原因を上げる派ですね。僕はこれ、僕ケンパーを使ってるんですけど、今原因が、まあ、ちょっとお恥ずかしながらマックスなんですよね、原因が。だから原因を上げる派ですね、僕は。どちらかといったら、原因動が激しいとき、際ボディの小指などをつけてますか。僕はそうですね、逆に言うとその普段つけない派なので、まあ本当はつけたいんですけどね、本当はつけた方がいいってことは分かってるんですけど、なんかその長年の癖でやっちゃうっていうか。それで、まあ、スキッピングとかの、原因度が激しい場合はですね、小指をつけます。変えましょう。肉厚ビーフに肉厚ビーフ、オルタネートエコノミー、どちらも短時間練習するとやりやすい気がしますが、短時間練習すると、ちょっと待ってね、短時間練習すると、一応なんですけど、その
オルタネイトとエコノミーってあのアタックっていうかそのなんだろうな、その弦そのフレーズに対して その音の出方が全然違うんですよね。エコノミーここをダウンオルタネイトでやるかエコノミーでやるかでそのフレーズでもそのなんだろうな、ニュアンスが変わってくるんですよね。だからどっちでもできるんだったらもう好みのニュアンスになってきますね。それはフレーズによってはやはりオルタネイトじゃないと対応できないになってくるのでしょうかっていうのと逆なんですよ。逆にオルタネイトじゃなくてエコノミーじゃないと対応できないフレーズの方が多いんで、だから個人的にはそうだな、今エコノミーもオルタネイトもフレーズそのフレーズができているんだったら好みで変えてみてください。キングハーモニクスお願いします。あまりピッキングハーモニクスっぽくなかったですね。これおづくりとてもタイプです。ありがとうございます。使用している機材って何ですか。ですね、これはですねケンパーを使っております。ケンパーで、これが秀則塾長、秀則塾長のギターです。コンバット製ですね。コンバット製、メーカーがコンバットという、左手についてなんですけど、7910フレット、はい、790フレット。の時、トム・クワイルがやってるような人差し指、中指、薬指を使ってしまうんですけど、怪我の原因になったりしますか。これはですね、人の指のでかさとか、そのストレッチのができる人はできないか、できない人できる人の、関係もあるんですけど、まあ、怪我その腕が痛くなったらすぐやめてほしいんですけど、一応それもできた方がいいんですよね。僕も使いますから、これめっちゃ外れてますけどね。っていうのも全然大丈夫です。怪我の原因になったりするのは一応正しいフォームを教えれば大丈夫です。すみません、ちょっともうそろそろ次の予定がちょっと迫っていて、これ終わったらやめようかな。これがこの OK が終わったらちょっとやめますね。
オンラインレッスンを受ける場合、機材はどのようなものが必要ですか？これがですね、このチャンネルの動画に、オンラインレッスンを、どういう動画だろう、どういう動画だったっけ、名前が、ギター教室かっこ秀則塾の説明っていう動画があるので、それを見てみてください。機材が、必要機材が全部詳しく書かれてますのでお願いします。ありがとうございます。仕事中ですがバックミュージックでずっと聴ける。おお、いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。今日なんか可愛いですね。ありがとうございます。手の親指、特に第一関節が他の人よりもよく反らせる。なるほど。曲げることができる。なるほど。僕はですね、そんなに曲がらないタイプなんですよね。親指自体はそんな曲がらないタイプで、実は逆にこっち4本の指がめっちゃ曲がるんですよね。僕こういう感じでめちゃめちゃ曲がるんですけど、グイッていうふうに曲がるんですけど、これだと逆に結構ね、ギターに不利なんですよね。こういう運指とか運指の際に指立てなきゃ弾けないとかで、逆にその親指が反ってしまう場合、そのピックの持ち方がね、その反った状態でしか力入れられない場合があるんですね。こういうだからやっぱり基本は OK サインでギュッっていう風に力入れるようにしましょう。グッってこの状態で弾く、反ってね弾くとね、どうしてもピッキングの自由度が大幅に下がってしまうんで、もう本当にギュッと力入れることをやってみてください。いや、ちょっとすいません、もうちょっとそろそろ時間なんで終わりますかね。これでちょっとこのアドリブ終わったらやめます。あ、放送途中ですが失礼します。いえ、ありがとうございます。
ワンパになるな、やっぱりどうしてもワンパターンになっちゃいますね。うん、はい、ということで、すみません、お疲れ様でした。ちょっとですね、時間が来てしまったので今日は、終了となります。でですね、また1週間経たないうちにもう1回やると思いますので、1週間経つかな、1週間経ってまたやると思いますので、お願いします。またお疲れ様です。またね、質問とか随時、随時じゃなくて、すいませんね、どしどし応募してますので、よろしくお願いします。では、すいません、失礼します。お疲れ様です。